トとボールがうまく連動しているような前半でしたよね。明治安田 J1 リーグ、ジュビロ磐田対湘南ベルマーレ、スコアレスのまま後半へと続きます。明治安田 J1 リーグ、この時間はジュビロ磐田対湘南ベルマーレ、こちらをご覧いただきます。本日のゲームはエスタディオデルマルタンガルで行われます。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ前半見ていきましょう。サイドを紹介です。右にエンドを取るのは湘南、反対側左のエンドからシュート、ソンバム軍のセーブ、これはよく止めました。今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですよね。山田、キャプテンマークを背負っています。上原、素早いパスで攻め上がっていきます。裏へのスルーパス、シュート、川島英二、いやーキーパー素晴らしいですね。これは素晴らしい反応でしたね。岩田、今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいでしょうね。これはつながりませんでした。今日はまだ前半両チームともここまでゴールは生まれていません。リカルド・グラッサ、さあ北澤さん、今日のゲーム注目選手は誰でしょう。ルキアンですね。あの体格、パワーというのはやはり魅力的ですよね。フォワードとして相手のセンターバックに競り負けない強さというのはやはり魅力ですし、多少強引でもフィニッシュまで持っていってしまう力強さというのはフォワードにとっては重要な要素ですからね。やはり彼にはそういう部分で期待したいですよね。なるほど、彼の得点シーンに期待する人は多いでしょうね。ここはつながりません。さあ右へ預けて松本、田中、ルキア、池田、平岡、レースを狙った、どうだ、さあ阿部、振り抜いた、川島、さあこぼれた。いや北澤さん、これはいいセーブでしたね。素晴らしいですよね。ファインセーブですよね。おっと、松本、山田、シュート、ソンバム軍のセーブ、これはよく止めました。今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですよね。山田、キャプテンマークを背負っています。上原、素早いパスで攻め上がっていきます。裏へのスルーパス、シュート、川島英二、いやーキーパー素晴らしいですね。これは素晴らしい反応でしたね。岩田、今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいでしょうね。これはつながりませんでした。今日はまだ前半両チームともここまでゴールは生まれていません。リカルド・グラッサ、さあ北澤さん、今日のゲーム注目選手は誰でしょう。
ルキアンですね。あの体格パワーというのはやはり魅力的ですよね。フォワードとして相手のセンターバックに競り負けない強さというのはやはり魅力ですし、多少強引でもフィニッシュまで持っていってしまう力強さというのはフォワードにとっては重要な要素ですからね。やはり彼にはそういう部分で期待したいですよね。なるほど、彼の得点シーンに期待する人は多いでしょうね。ここは繋がりません。さあ右へ預けて松本、田中、ルキア、池田、平岡、スペースを狙った、どうだ、さあ阿部振り抜いた、川島、さあこぼれた。いや北澤さん、これはいいセーブでしたね。素晴らしいですよね。ファインセーブですよね。こぼれます。おっと、松本でしょうね。ここは繋がりません。さあ右へ預けて松本、田中、ルキア、池田、平岡、スペースを狙った、どうだ、さあ阿部振り抜いた、川島、さあこぼれた。いや北澤さん、これはいいセーブでしたね。素晴らしいですよね。ファインセーブですよね。こぼれます。おっと、松本、山田、つながります。右サイドへ振って山田。 There will be 1 minute added time. 大野、ここでレフリー前半終わりの笛を吹きました。前半0-0。北澤さん、前半の印象いかがだったでしょうか。岩田としては中盤の組み立てから最後シュートまでいい形が作れてますよね。